はい、ということで、それよろしくお願いします。今日もフラッシュバーディーやっていきたいと思います。はい、勇気を前に来てる赤根餃子です。よろしくお願いします。今回の時事ネタなんですけれども、味噌菌課金のいつもの味噌菌ラーメンとご飯があります。10時から販売されたんです。皆さん買えましたか？買えるわけないだろ、今雪山にいるって言ってるな。なんでみんなが買えないのかっていうと、店舗がね、業者が入っちゃってるっていうところがね、良くないよね。ちょっとみんな見てもらったら分かるんだけど、楽天とかでも売ってるんだけど、個人じゃないんだよね。お店が、店同士販売しちゃってるみたいなところがあるから、価格が上がってしまったりとか。1個1000円ぐらいだよね、でも。1000円だったら普通のラーメンで良くないってなっちゃう。っていうね、タイプってことなんですけど。あとね、販売する時間、朝10時なんですよ。これ SNS でも、めちゃくちゃ話題になったんですけど、学生が買えない。あと、朝の、9時から5時とか働いてる人は買えない。なんで朝10時なんだと。っていうのが不満っていうかあるらしいです。なんかみんな困ってるみたい。通年で売らないのかっていう話がありましたよね。赤根餃子様が教えて。ああ、教えたやつね。はい。うん、ワンシーズンぐらいで売れる量を出すようになって。だけど、1日で売れちゃうんだって。何ヶ月もの量を一気に出して売れてしまう。1日で全部。それで言ってもいいと思う。え、どうしたらなんか価値なくなる。ヒカキンのパンを食うの毎日。ジローの。ああ、そうそうそう、ジローやばい。ジローはやめられないんでしょ、あそこ行ってる人。なんか毎日行ってるでしょ。らしいですね。週7。はい、ということで皆さんありがとうございました。親子丼食べたいです。